本校では日本とクロアチアとの二国間関係について述べる。1941年から1945年にかけて両国は正式な同盟関係にあり、2009年以降には純同盟関係となっており、日本とクロアチアは伝統的に深い友好関係にある。クロアチアを領有していたオーストリア帝国が二重帝国体制に移行して、 明治政府の日本と国交を樹立するまで日本とクロアチアの交流を資料で確認することはできない。ただし1254年生まれのマルコ・ポーロがダルマチア諸島のコルチュラ島出身であるという説を採用した場合13世紀末頃に書かれた東方圏文録において日本をジパングの名で紹介した辞席をして日本とクロアチアの初の接点とみなすことができなくもない。 クロアチアスラボニア王国は王国を名乗っていたが実際にはオーストリアハンガリー帝国内の一時治療に過ぎなかったこの期間における日本とクロアチアとの外交関係はオーストリアハンガリー帝国を仲介するものであったなお日本とオーストリアの外交関係は1869年の非用州交通商公開条約締結をもって行使とする 1914年6月28日、オーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者夫妻がサラエボで暗殺され、その1ヶ月後の7月28日にオーストリア・ハンガリーがセルビアに宣戦線布告したことにより第一次世界大戦が勃発。翌8月4日、イギリスがオーストリア・ハンガリーと同盟関係にあったドイツ帝国に宣戦線布告。当時イギリスと同盟関係にあった日本は、 同月23日にはドイツに対して、その2日後の25日にはオーストリア・ハンガリーに対して宣戦布告した。これにより、形式上ではあるにせよ、オーストリア・ハンガリーの自治領であったクロアチア・スラボニア王国も、また自動的に日本と交戦状態に入った。しかし、1918年の後半にもなると、オーストリア・ハンガリーら同盟国の劣勢が、 確定的となって、まずは10月29日にオーストリア・ハンガリーから、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国が分離し、続く12月1日、すでに独立国として存在していた、連合国のセルビア王国が同国を休合して、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国を成立させ、クロアチアは同盟国から離脱して連合国の仲間入りをするに至った。 この同盟国からの離脱と同時に、クロアチアと日本の交戦状態もまた解消した。第一次大戦のうちクロアチアと日本が交戦関係にあった、この約4年半こそが、両国が交戦関係にあった、歴史上唯一の期間である。また、クロアチアスラボニア王国は、外交の権限をオーストリア・ハンガリーに完全に奪われていたので、有志以来、 独立国としてのクロアチアが日本と交戦したことは一度もないという見方も可能である。詳細は日本とユーゴスラビアの関係を参照ザグレブ市内の在クロアチア日本国大使館東京都内の在日本、クロアチア大使館1941年4月10日、クロアチア独立国はユーゴスラビア王国からの独立を宣言。同年六月七日、大日本帝国は クロアチア独立国の独立を承認。同15日、クロアチア独立国は日独位三国同盟へ参加し、続く26日には日独位防共協定にも加わり、日本とクロアチアの両国の間に強固な同盟関係が築かれた。しかし、クロアチアは同じく日本と同盟を結んでいたイタリアとダルマジアの領土問題を抱えていたため、 日本はイタリアへの外交配慮を重視し、1943年9月8日に、イタリアが連合国に無条件降伏して、数軸国から離脱するまで、クロアチア国内に大使館も在外交館も設置しなかった。1943年12月15日、ベルリンに駐在していた、日本の外交官三浦ワイチと橋爪三雄の両名が、 クロアチアの首都ザグレブ市内のホテルを借りて帝国代表部の事務所を開設。簡素ながらもこの事務所は日本が独立国としてのクロアチアに設置した最初の在外交換である。翌1944年の2月11日付で日本は在クロアチア帝国公使館を開館し代表部から公使館に昇格し三浦ワイが同公使館の代理公使に就任した。 1945年4月29日にザグレブ市内で昭和天皇の誕生日パーティが開かれるなど日本とクロアチアの間には友好関係が保たれていたがその前日28日にはベニート・ムッソリーニが殺害の上死体を晒し者にされ天皇誕生日の翌日30日にはアドルフ・ヒトラーが自殺するなど欧州における数字区国の劣勢は大いがたくなっていた そのため、三浦大理公子らは、翌5月5日までに重要書類を焼却した後、同日、帝国公使館は閉鎖された。同8日、クロアチア独立国はパルチザンら連合国側の、攻勢を支えきれず崩壊し、ユーゴスラビアに再併合されるに至る。これにより、日本とクロアチアの同盟関係も、また同時に解消された。 1941年6月7日から1945年5月8日まで、大日本帝国は、クロアチア独立国を正当な政府として認め、かつ同盟関係を結んでいたため、ユーゴスラビア民主連邦及び同連邦下のクロアチア社会主義共和国を正当な政府として承認していなかった。1952年4月、日本国は、ユーゴスラビアとの国交樹立。 この期間における日本とクロアチアとの外交関係はユーゴスラビア連邦政府を仲介するものであった。1991年、クロアチア共和国はユーゴスラビア連邦からの離脱と独立を宣言。1992年6月25日、日本が主権国家としてのクロアチア共和国を承認。1993年3月5日、日本国とクロアチア共和国は 両国の間で正式に国交を築いた。同年中に、クロアチア政府が在日本大使館を東京に開設。1998年2月1日には、日本政府が在クロアチア大使館をザグレブに開設した。2002年、当時功績にあった、ノリノミア・キヨコナイ・シンがクロアチアを訪問した。2009年4月、クロアチアはアルバニアと同時に、NATO に加盟。 これによりクロアチアは日米安保体制下にある日本とはアメリカを共通の同盟国とする純同盟関係になった。2011年3月11日に日本の東北、関東地方を襲った大地震を受けて折からザグレブ市内を更新していた5000人のデモ隊が日本大使館の前で立ち止まって喧嘩や黙祷を捧げて哀悼の意を表明したり、クロアチア赤十字社より 銀行への送金により集めた21281クーナの寄付金、専門ダイヤルによる電話を通じて集めた88389クーナの寄付金、クロアチア共和国政府が拠出した305。日本からクロアチアへの主な輸出品目は自動車、電気機器などであり、また、クロアチアから日本への主な輸出品目はマグロ、ワインなどである。 スプリト沖を航行する海事の練習館、鹿島2013年9月、海上自衛隊の練習館、鹿島が日本とクロアチアの国交樹立20周年を記念して、リエカに次ぐクロアチア第二の港町であり、ダルマチア地方で最大の港町スプリトに寄港した。これが、海事の官邸による初のクロアチア訪問である。鹿島館上で開かれたパーティーでは、 スティーパン・メシッチ元大統領、辻雄中クロアチア大使、北川文の海商法などが参加し、海事の音楽隊と、クロアチア共和国軍オーケストラが共演するなど、両国の親睦を深めた。日本とクロアチアの以下の都市が、姉妹都市提携を結ぶ。内川崎首都京都市は、ユーゴスラビア時代に締結された、姉妹都市提携をそのまま継続する形となっている。ホストタウン10日、 上子クロアチア共和国 2002FIFA ワールドカップの事前キャンプから友好関係が続いています。日本において独立後のクロアチアとの交流はサッカーや格闘技を通じて広く知られている。サッカーでは日本の三浦和義が1998年から1999年にかけてディナモザグレブで、井ノ葉雅彦が2011年から2012年にかけて ハイドクスプリトでプレーをした。一方、クロアチアからは、ゴランユーリッチや、イゴールツビタノビッチらといったクロアチア代表選手が、日本のクラブでプレーをした。両国の代表チームは、FIFA フフワールドカップの舞台で2度の対戦経験があり、1998FIFA フフワールドカップでは、グループリーグで対戦し、クロアチアが1対0で勝利した。2006FIFA フフワールドカップでは、 グループリーグで対戦司令対例の引き分けに終わっている。格闘技については日本国内で興行されていた K1 やプライドにおいて活躍したミルコクロコップが知られている。古くは1961年と1977年に来日して大型バスを引っ張るデモンストレーションで話題を呼んだプロレスラーのグレート・アントニオもクロアチア出身である。また、クロアチアは 旧ユーゴスラビア時代からのテニス強豪国でもあるが、クロアチアのテニスは日本において、長らくテニス関係者や愛好家の間でしか、知られていない状態であった。しかし、西小系外ボカロビッチ、イワン・ドディング、マリン・チリッチなどと対戦したことで、日本でも、クロアチアのテニスが注目されるようになった。NHK 交響楽団の名誉指揮者として、たびたび来日し今なお高い人気を誇るロブロフォン。 また父は、クロアチア出身である。ただし、彼の最後の来日は1984年であり、現役当時は、ユーゴスラビア出身と紹介されていた。また、クロアチアの代表的なオーケストラである、ザグレブフィルハーモニー管弦楽団では、1990年に、王野和氏が主席指揮者に就任しており、王野の在任中に初来日を果たしている。 クロアチアに俳句を紹介したブラディミル・デビデ博士1925年に生まれ1952年から1990年にかけてザグレブ大学などで教弁をとっていた数学者、電気工学者のブラディミル・デビデ博士は1970年からクロアチア作家協会に所属する文人でもあった。同年、デビデ博士は日本の詩、俳句、そして 俳句の文化的な悪組という俳句に関する著作を出版したことを皮切りに、俳句を中心とした日本文化の研究、発表、普及に貢献し、日本に関する研究書だけで10点以上もの著作を上司した。また、デビデ博士は1981年からクロアチアペンセンターに所属し、1983年には俳句などの日本文化をクロアチアに広めた功績を、 称えられて、君山東随法書を受訓している。後年、世界俳句協会の顧問なども務めた。博士自身の手による俳句の施策は、日本文化や数学に関する著作と比べると、数が少ないが、1990年代に4点の作品を上司している。デビデ博士は、日本人のご婦人を残して2010年に85歳で、亡くなったが、その名は、 ブラディミル・デビデ俳句賞などに今なお残っている。ブコバル出身の文学者、レネ・マトーシェクも俳句に影響を受けた、クロアチア人の一人で、まだ彼が20代であった1980年代の前半頃から俳句を作り始めた。しかし、1991年8月25日、連邦軍の軍事支援を受けて、戦車や重火器で武装する。 約3万6千人のセルビア人勢力がブコバルに攻撃を仕掛けた。この戦闘が開始されたことは若き詩人マトーシェクの運命をも決定づけた。ブコバルを防衛するクロアチア人勢力の守備隊はわずか2000人でしかなく、全く勝ち目のない戦いであったが、彼は町を捨てて逃げることを潔しとせず、ブコバルに踏みとどまって無線で町の状況を知らせ続けた。だが、 33歳のマトーシェクは11月20日を最後に消息を絶った。マトーシェクは長らく行方不明とされていたが2002年11月14日にザグレブの法科学鑑定研究所が共同墓地に埋葬されていた複数の身元不明の遺体から彼の遺体を特定して1991年11月20日から21日にかけて連邦軍やセルビア人民兵によって行われた。 虐殺で亡くなっていたことが判明した。同月22日、マトーシェクの遺体は改めてブコバルのクロアチア守護者の路地に埋葬されることになった。2008年、彼の名前を記念したレネ・マトーシェク国際俳句会合がクロアチアの画家であり、文人でもあるとミスラブ・マリアン・ビロスニッチによって開催された。ビロスニッチも、また、俳句に影響を受けた。 クロアチア人のうちの一人であり、これまでに8点の俳句集を出版している。これまで、日本で高等教育機関においてクロアチア語の専門家庭が設けられたことは一度もない。ただし、外国語科目としてクロアチア語の講座を設けている大学はある。クロアチアがユーゴスラビアから独立する前の1988年、大阪外国語大学でセルビア人の山岸、 リラーラが講師となって日本で初となるセルビアクロアチア語の講座が開始。ユーゴスラビア解体以前、クロアチア語はセルビア語と同一言語の一方こととみなされてセルビアクロアチア語と呼ばれていたので、大阪外国語大学のセルビアクロアチア語講座をもって日本初の高等教育機関におけるクロアチア語の講座とみなすことも不可能ではない。 1997年12月、ザグレブ大学に留学経験のある三谷慶子筑波大学助教授が日本語で書かれたものとしては、初となるクロアチア語の文法書、クロアチア語ハンドブックを上司した。翌1998年、東京大学で前日の三谷助教授によるクロアチア語の講座が始まった。セルビアクロアチア語から分離したクロアチア語を、 高等教育機関で教授する講座としては、これが、日本初となる。同年12月、同じく、三谷助教授がクロアチア語の辞書、クロアチア語常用6000号上司。この辞書は、収録6000号と小規模ながらも、日本語で弾ける初めてのクロアチア語の辞書である。2004年に、ザグレブ大学哲学部インド極東学科に日本、語コース、 日本研究コースが開設された。その他、高校での日本語の授業が普及しつつあり、スペース、スベツキエジッチ、ラテーナ、スバグ、エンベの語学専門の高等学校で日本語が教えられている。地方都市のリエカでもクルブ・ムラギフ・リエカという NPO が日本語を教えている。2014年には第13回となる全国スピーチコンテストが開催された。 日本語教師会も活動している。ミドハトアルスラナギッチアンジェルコシミッチダボリンムラカル、ドラゴブバチ、ドラゴシュタンブクミラマルティネツドラジェンフラスティッチ。ありがとうございます。